どうも皆さんこんばんは。顔面ピカ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 、顔面ピカ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 。はい、ご視聴ありがとうございます。どうも、ゆうくひかるです。今日はですね、なんだっけ。はい、今日はですね、ヤフオク、高額落札されたオオクワガタ、5000、っていうことですね。某、ヤフオク、言っとるやん。某オークションサイトにおいてね、オオクワガタ、120日以内に取引されたオオクワガタのね、最高落札金額、ベスト5っていうことでね、やっていきたいと思います。よい！はい。じゃあ、早速、いきますね。第、5位からいきますか。じゃあ、第5位。第5位はね、スキッドオオクワガタ、新生虫ペアっていうことでね、スキッドオオクワガタっていうオオクワガタみたいですね。ちょっとよくわかんないです。はい。それがね、なんと金額、落札された金額、141,000円。141,000円です。すごいですね。はい。これが5位ですね。で、続いて、第4位。これも同じく、スキッドオオクワガタ、新生虫ペアっていうことでね、金額、15,999円。ということですね。5位、4位、ともにスキッドオオクワガタっていうことで。スキッドオオクワガタって何なんですかね。はい、それでは、第3位。第3位、やっとね、普通の来ましたよ。みんなが大好き、のせさん。しかもね、のせさんの、まあ、YG とかね、有名なんですけど、普通ののせさんですね。のせさんの大型血統っていうことで、オオクワガタ。分けあり。まあ、メスがね、59.5 ミリ。一匹。もう一匹が 57.5 ミリ。二匹ついてるんですよね、メス。でかいね。で、おまけですよ。おまけで、オスが 91.0。めちゃくちゃでかいですよね。91.0。でも、これはね、残念ながら、B 品っていうことでね。はい。B 品っていうのは、ちょっとこう、羽がパカッと開いてたり、顎の形がおかしかったり、ちょっとこう、綺麗に羽化してないのを B 品って言うんですけど、まあ、その B 品みたいです。はい、それでも91ですね。91ってね、どえらいこっちゃですよ。大きさ的に見るとね。はい、昔ね、一昔前、80ミリぐらいのオオクワガタが、1000万とかで、バイバイされてたみたいなんですけど、91ですからね、奥行っちゃうよ、奥。でも、金額が、157,000円っていうことでね、だいぶ、はい、まあ、下がってるんですけど、まあでも、普通ね、まあ157,000円出しますか？いかがでしょうか？はい、まあいいとして、第2位行ってみたいと思います。第2位がね、第2位。これもまた来ました。スキッドオオクワガタ、新生虫ペアっていうことでね、金額なんと、16万円。すごーい、すごい、すごーい。ピギピギで、ピギピギ。すごいですね。スキッドオオクワガタ16万円。ふわーお。すごい。はい。じゃあ続いて、みんながお待ちかね、第1位、紹介していきたいと思います。第1位がですね、なんと、SR 血統、オオクワガタ、新生虫、89.2 ミリ。何？ SR 血統？ SR 血統？なんだ？ SR って。すげえ、ラッキー血統かな？すげえラッキー血統かな？ R だから、え？ラッキーでいいのかな？まあ、いいや、まあ、いいや、SR 血統ね、オオクワガタ、新生虫。新生虫っていうのは、羽化したてですよっていうのがね、まあ、新生虫ですね。基本的にオオクワガタっていうのは、1年寝かさないと、こう、ブリード、繁殖できないみたいな感じ言われてるんですけどね。新生虫っていうのは、まあ、羽化したてほやほやですよっていうの。まあ、基本的にね、値段は低いんですけど、それでもね、1位に来ましたね、オオクワガタ。金額、なんと、
18万500円。びっくり。これ、しかもあれですからね。120日以内に取引された最高落札金額ですからね。っていうことは、もっと前にも、多分おそらくね、すごい金額で取引されているであろう大クラブたちがね、いっぱいいると思います。まあこれね、どうやって見れるかっていうと、まあ某オークションサイトにね、まあログインして、ログインしなくてもいいんですけど、行って、で、その検索のところにまあ大クラブが立っているじゃないですか。で、隣にね、落札相場みたいなやつがあるんで、それ押したらね、バーンって出てきます。で、あとはね、落札金額が高い順とか、低い順とか、あと終わったのがね、こう最近のやつとか、それ選べるんでね、それ選ぶとね、全部こうドーンって写真付きでね、出てくるんで、ぜひ、まあ見てみてください。まあ面白いですよ。いろいろいますね。はい。ってことはね、2位、4位、5位、いずれもね、まあ見たところ、同じ出品者の方でしたね。スキット大クワガタっていうことでね、なんとこの2位、4位、5位だけで、総額451,990円っていうことでね、もはや、もうすごいですね。軽自動車買えちゃいますよ。中古のね。中古のいい軽自動車買えちゃいますね。すっごいですね。びっくりしました。でね、スキットオクワガタとなんぞやと思ってね。そんな聞いたことねえぞと思ってね、いろいろちょっと調べてみました。ね、産地がね、ミャンマーのパチン州っていうところのね、産地みたいですね。で、結構ね、希少って言われてて、ドルクス族、ドルクスってオークワガタとかのね、仲間なんですけど、ドルクス族で最高峰の位置に君臨している、オークワガタみたいです。でね、ちっちゃいんですよね、なんか。顎もね、ちっちゃいんですよ。なんか見た感じ、そんなかっこよくはないかなって感じですね。はい。まあ、ぶっちゃけね、普通のオークワガタの方がかっこいいじゃんみたいな感じの、フォルムしてますね。自分はそんな好きではないですね。で、参考価格が、一応、いろいろね、ショップの価格とか見たりして、参考価格が一応8万円ぐらいから10万円ぐらいとなってるんですけれど、ここ最近ね、なんかこう、値段が上がってきてますね。なので、やっぱ希少なんでね、おそらく今後もね、値段が上がっていくのかなって思われるので、今後の上がり方がね、ちょっと注目ですね。スキットオクワガタ。はい。1位に返り咲く日もね、近いかと思います。値段も上がってますもんね。でね、まあ、特徴としてはね、スキットオクワガタの特徴としては、産卵が難しいっていうことでね、なかなかこう、卵をね、産ませることができないみたいですね。はい。なので、まあ、どんどん、数がね、こう、減ってくる。減ってくることによって、こう、希少価値が高くなって、多分輸入もされてないんじゃないかな。入ってないんじゃないかな。そういうことによってね、値段がどんどん上がってきてるような印象ですね。ただね、産ませてる方はね、めちゃくちゃ産ませてますね。30匹とか、コンスタントに産ませていますね。はい。で、何が違うかっていうと、ほんとね、まあ、これ全部ネタ、こうやったら産みますよっていうのはね、言わないんですけど、ヒントとしてはね、よく発酵したマットにも産むとの情報がありました。はい。オークワガタってね、一般的にこう、材に産む木に産む印象があるんですけれども、多分ね、アンタイウスとかもね、マットとかにもめっちゃ産むんですよ。カブトムシの、糞のマット潰したやつとかにね、めっちゃ産むんですよね。多分、うん。はい。ヒントですね、それが。はい。で、まあ、ミャンマーのカチンっていうところの、その年間平均気温ですね。温度にもね、ちょっとこう、ヒントがあるんですけど、平均気温が 24.1 度。年間のね、平均気温。1月から12月までの年間の平均気温は 24.1 度ですよ、と。で、年間の平均最高気温。最高気温ね。平均の最高気温は 29.3 度。ちょっと高めですね。まあ、日本よりも少し涼しいかなぐらいの感じですね。日本と一緒ぐらいですかね。うん。で、年間の最低気温は 18.8 度となっています。ということはね、平均が 24.1 度ってことは、24.1 度。で、最低気温が 18.8 度ってことはね、そんな、
ね、極端にこう寒いところではないんですよね。でも調べるとね、あの最低気温10度ぐらいまで下回っている時もあるんですよね。はい。なので、まあ日本の気温とちょっと似てんのかなって思いました。なので、その 24.1 度にね、温度設定してればね、間違いないんじゃないかなって思うんですけど、まあこれはね、あくまでもその、調べたミャンマーのカチン州っていうところのね、平均気温なんで、その山間部、山の上とかはね、どうなってるのかちょっとわかんないですね。もっと寒いかもしれないしね。はい、これはあくまでもね、あの参考にしてみてください。はい、ということで、いかがでしょうか。このランキング総額金額いくらだったか、ご存知でしょうか。1位から5位まで、いくらだったでしょうか。当てた人すごいですね、この暗算でね。いくらだと思います？そう、その通り、正解。はい、ランキング総額がね、なんと、64万8000、64万8199円。ということで、凄まじい金額がね、まあ、動いておりましたっていうことで、すごいですね。はい。いかがだったでしょうか？あなたはね、何を買いますか？あなたなら何を買いますか？はい、それではご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。みんなも顔面ピカピカになろうね。